どんな運動のタイプが低調法の分泌いいのか、ボーナスタイムという原因かなと思いますが、そこまで運動した方がいいでしょうというところになります。コーラを飲むと骨が溶けるなんていうふうに説明を受けたわけですね。身長ビヨーン、医師医学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関すること発信していきたいと思います。身長伸ばしたい人は、今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは久しぶりってことですね。身長先生危険なシリーズですね。皆さんの身長に関する疑問をコメント欄の方に記載いただいて、そこからですね、ピックアップして答えていくシリーズになります。前回やってからですね、もうかなり日付が経ってしまいましたので、もう本当久しぶりということで、前回のモニターさんの動画のコメント欄のところで募集をかけさせていただいて、今回ね、39件ということでね、いつもよりかなり少なかったというところが印象になります。その中でね、ピックアップして答えていきたいと思います。準備よろしいでしょうかということで、ね、まず最初の一つ目ということで、サムネの方にもありましたけども、KATTFOL さん、カットフルなんていうのかわかんないですけども、K さんと呼びましょうかね。K さん、どの運動が一番身長伸びますかっていう質問ですね。このね、内容についてお話しさせていただきたいと思います。まずは身長ね、伸ばす上において生活習慣が大事ですよってことをよくお話ししてます。睡眠、運動、食事、その中で大きなパートを占めるのが運動になります。ではなぜ運動が大事かってことなんですけども、健康な人と不健康な人、どっちの身長伸びますかね。超簡単な質問ね。健康な人の方が身長伸びます。じゃあ次の質問ですね。運動習慣がある人と運動習慣が全くない人、どちらの方が健康ですか。簡単です。運動してる人ですってことですね。まあ非常にね、シンプルに考えても運動する方が当然ですね、健康体になって身長にとってもおそらくプラスに働くというですね、お医者さんじゃなくても分かるっていうところになります。でその中でじゃあ具体的にどうしていいのかっていうところを少しね、検討していくような形になりますけども、運動するとその後ですね、食欲が湧いたり寝つきが良くなったりするわけですから、運動して食事の、ね、摂取がですね進めば栄養吸収にもおそらくいいというふうに考えられますし、睡眠のね、質の向上にもつながるわけですから、睡眠の質が向上すれば成長ホルモンを分泌するわけになりますので、そういった意味でですね、運動することが望ましいでしょうという表現になると思います。今回ですね、まあ、いただいた質問、どの運動が一番身長伸びますかっていう質問ですね。難しい。例えばなんですけども、運動の今ほどですね、いい話ばっかりさせていただきました。その中でですね、マイナスの側面もあるかなというふうに考えられますよ。マイナスのことあるのということで、皆さん気になると思います。例えばですけども、かなり運動のボリュームが多い子、まあ私の患者さんの中にもね、結構いらっしゃいますけども、プロスポーツ選手を目指していたりだとか、オリンピック選手をね、目指したりだとか、そういったお子さんもいらっしゃいます。そういった子の場合ですと、かなり練習量が多い。まあ多すぎるという表現もできるかもしれません。それによって少し栄養状態が欠乏に傾いている印象がある方もいらっしゃいますので、そういった面でね、マイナスに働く可能性があるでしょうということで、運動したらその分だけ栄養を摂取するというのも大事になります。その他にもですね、マイナスの側面として、考えられるのが、栄養を摂取した場合に、蛍光で口から栄養を摂取した時に、例えば脳みそに行ったりとか、筋肉に行ったり、骨に行ったり、まあ、神経に行ったり、皮膚に行ったりとか、まあ、いろんなところに栄養が行くわけですけども、当然ですけど、まあ、身長って側面が行くと骨に行ってほしいわけですね。それがですね、まあ、例えばなんですけど、むちゃくちゃ筋トレをして、筋破壊、筋肉が破壊した状態に陥った場合は、おそらくね、その破壊した部分をレスキューしに行こう、助けようという働きが当然体で行われるはずですので、摂取したエネルギーが筋肉に届いていく場合はですね、もしかしたら身長にとっては良くないのかもしれないというような発想ができるわけですね。そういった側面からいくと、まあ、運動は大事なんだけれども、筋破壊は起こさずに運動したい理由、成長ホルモン分泌ってことですね。成長ホルモン分泌させることが一つのね、運動の目的だとすれば、成長ホルモンの分泌量が最大になるような運動を選択し、なおかつ筋破壊が過剰に起きない、もしくはですね、まあ、起きたとしても別にその分だけ栄養を補充してあげれば理論上はいいのかなと思いますけども、そういったようなことを考えていくわけになります。ということで今回ね、お話しさせていただくのは、成長ホルモンをマックスに分泌させる運動の種類ということで、ね、その点についてお話しさせてください。論文今日はね、2つ紹介しようかなというふうに考えています。で1つ目、これもうね、過去に何回も紹介したやつですね。 The impact of sex and exercise duration on growth hormone secretion ということで、エクササイズ、まあ運動したら成長ホルモンを分泌するっていうのはもうほぼみんなが知ってる事実の一つだと思うんだけども、それに対してどれくらい行う必要があるかっていうところをね、やってるような論文になります。2006年に発表された論文で、アメリカのノースカロライナの大学の先生が書いてくださった論文になります。こちらの論文のフィギュアを見ていただきたいと思います。男性の表と女性の表があります。こちらの表を見てみると、縦軸が GH グロースホルモン、略ですね、成長ホルモンの分泌量で、横軸が運動した時間が記載してるわけなんです。まだ女性の方のね、グラフを見てみましょうというところで、すごい見にくいんだけども、ひし形が30分運動した人で、四角が60分運動した人で、丸が120分運動した人ということで、まあ、どれがね、こう大きな山を築いてるか、120分の人がですね、一番こう大きな山を築いてるわけになります。ですので、まあ、この点からいくと、30分や60分、60分や120分運動した方がいいでしょうというふうにご理解いただけるといいかなと思います。簡単にまとめると、30分や60分、
60分に120分運動した方が成長ホルモンが分泌される。ただし60分と120分はそこまで大きな差はないかもしれないってところです。分泌を迎えるのは少しこう遅れて出てくるところからもある程度まとまったボリュームを運動する必要があるというのが1点と、60分ぐらいがいわゆる適正値かもしれないというふうな、ね、表現もできると思います。男性の表も見てみましょう。でまずひし形が30分ということで一番小さな山で、そして四角が次60分運動した人で、最後丸が120分運動した人ということで、男性の方がですねその60分と120分の差が大きいのが分かります。これはですね大人のデータになりますので、身長伸ばしたお子様にとってどれくらいに当てはまるかというところはまた別の話になりますので、そこもね十分ご理解いただく必要があるかなと思います。ただこちらも同じようなお話をお伝えすることができるのではないでしょうか。運動時間が長い方が成長ホルモン分泌が多いのが分かるかなと思います。ということでまず一つ目のね結論としては、運動のね時間はある程度保った方がいいよっていうところはここの論文から分かるわけになります。まあ、おそらくね今回はそれに加えて種類を聞きたいわけですね。例えばですけどバスケットがいいのか、それとも筋トレみたいなのがいいのか、水泳がいいのかね、そういったところの質問だと思いますので、時間が大事だっていうのはこの論文から分かるわけになります。残念なことですね、全てのことをね私は説明できるそんなことはなくて、私もできるだけそういったデータに基づいて少しお話しさせていただきたいなというふうに考えています。じゃあ次ねちょっと別の論文見てみましょうと、で、まあ、60分運動しろってことねよく分かったんだけれども、それに対して次の論文が The Effect of Exercise Type on Immunofunctional and Traditional Growth Hormone ってことで、どんな運動のエクササイズのタイプが成長ホルモン分泌いいのかっていうのね検討したっていう論文があるわけになります。同じ研究グループのね先生たちが出してくださっている論文が2007年に発表されてます。これはどういうような比較をしたかというと、当然ね成長ホルモンが分泌されるのは当たり前だと。その次に 70% of VO2 max サイクリング、まあ、結構 70% って言うと結構きついと思うんだけど、きつめの運動をさせた群と、あともう一つは間欠的にフリーウェイトのスクワットをやらせた群をですねこう分けて、成長ホルモン分泌はどうなったかなというふうなことをやってるわけです。結論から言うと、このデータからはフリーウェイト筋トレでね、筋トレをした方が成長ホルモンの分泌量が多かったというふうな記載があります。先ほどの論文からは60分以上ね運動したいっていうのが1点と、次のこっちの論文見てみると、単純に自転車を漕ぐとかよりも筋トレの方が成長ホルモン分泌量が多いというふうな表現になります。ということで、まあ、ここから分かることとしては、成長ホルモンの分泌を最大量させるのであれば、間欠的な筋トレを60分以上やる、もうむちゃくちゃ辛いですよね。そんなのできんのかって思っちゃうぐらいだけども、じゃあそういったような形になります。ただし先ほどお伝えした通り、筋トレというのは筋肉を破壊するっていうような作業を行うわけですから、そうすると栄養を摂取した時に筋肉に持ってかれやすいということからすると、骨からすると骨の栄養は欠乏しやすい傾向がもしかしたらあるかもしれないというような仮説が立ちますので、そこは注意が必要になります。はい、ということでね、周りくどいよ新庄先生ってことですね。私もねできるだけね皆さんに正確な情報と思って説明するとね周りくどくなっちゃうんですね。そこはねごめんなさい。医者とね政治家って大体周りくどいんですよね。ごめんなさいってことですね。今のがまあ論文的な解説になります。それに対してじゃあ私個人の見解に関して言うと、まずはね好きなスポーツやりましょう、ね、それが第一だと思います。なぜかと言われればなんですけども、単純な60分間の成長ホルモン分泌量とかよりも1ヶ月数ヶ月1年2年3年というふうにですね、長期戦なんですね身長っていうのはね。長期戦になった時に好きじゃないスポーツをやるって不可能です。なので好きなスポーツをやるっていうのが最も大事。一番大事なスポーツをしてるかしてないかの方がよっぽどですね影響力が大きいですので、自分が楽しいと思えるスポーツをねぜひやっていただくと私としてはいいんじゃないでしょうかという表現です。でその中でも成長ホルモンだけを考えれば、筋トレというのはですね単純な有酸素運動よりもおそらくは成長ホルモンの分泌ボリューム多くなるかもしれないけども、総合的に考えるとどちらかというと、まあ、全身運動と呼ばれるの方が私は適切なのではないかというふうに現時点でですね、まあ、憶測も踏まえてですけどそういうふうに考えているという表現になりますので、どんな運動がいいですかというと全身運動ですね。サッカーとかバスケとか野球もいいでしょうね、卓球もいいでしょうね、まあ、ランニングも私はいいと思いますよ。そんなようなねところをねぜひ選択していただくといいのではないでしょうかというふうに思いますけど、いかがでしょうか。かなり1個目ねボリュームでしっかり喋っていきました。あと残りのね質問いくつか答えていきたいと思います。次、岩育さん、いつも楽しみにしております。質問です。炭酸飲料コーラなどジュースなどは心臓のにマイナスですが、どのように影響を与えますかってことですね。うん、これねいい質問ですよね。私が小さい頃はですねコーラを飲むと骨が溶けるなんていうふうに説明を受けたわけですね。どういう説明だってね、もう今思えばあわあわの感じがこういかにもなんかね物を溶かしそうだってこと。あとはまあ子供の教育でですね、昔はですね今でもそうなのかな、そこは分からないけども少しねちょっと怖いことを言ってですね、その健康的な生活を、ね、誘導するようなことを説明してたかなというふうに思います。まあ、今の時代で、ね、もうちょっと自然体の説明をする機会がおそらく多いのではないかと思います。この内容に関して言うと、コーラとジュースの悪い点、まあ悪いっていうのはあんまり私の口が言うべきじゃないんだけど、強いて言うなら悪い点ね何ですかって言われば、まあ明らかにね、まあ、それは糖分でしょうってことだと思いますので、まあ、糖分たくさん摂取することが心中にとっていいかというふうに言われれば、もちろんね欠乏するのはいけないんだけども、今のね世の中欠乏するなんてことないわけですから、そういった意味ではあまり積極
的に摂取するような飲み物じゃないでしょうということで私もねお伝えするという意味では同じだと思いますので、マイナスという表現もねちょっとね厳しすぎるかなと思うんですけども、推奨されるような飲み物ではないと思います。はい、次ですね。 AA さん、いつも勉強になっています。モニターさんと同じような年齢、同じような早熟のグラフになっているため参考になります。先生のお話しされている睡眠時間や運動食事など気をつけてください。ありがとうございます。骨端線などの検査でもう閉じかかっている場合でも先生の病院に通って治療したら予測よりも何センチぐらい身長が高くなる可能性がありますか？通院や日々の地道な努力では予測は変えられないものですが、ご回答いただけると嬉しいですということですね。骨端線が閉じかけている、これもどれくらいの評価になってくるのかなと思うんだけども、骨端線が閉じかけている年齢だとねじ曲げられる身長でいうと、私の方で考えるとだいたいプラス1センチからプラス、まあ、最大3センチ4センチぐらいだったら少しですね最終予測をねじ曲げることができるかもしれません。地道な努力で変えられるかってことなんだけど、それで地道な努力だったりだとか、まあ、いろんなことで頑張っていただいて、先ほどお伝えした1から4センチの改善を目指すというのが思春期の後半のね目標になってくるかなというふうに思います。はい、次ね、ダン・ノルタマさん、足のサイズは身長のみに関係ありますかってことですね。これもねよく受ける質問だと思います。この質問のほとんどの意味というのは、例えばね同じ150センチの男の子として並んだ時に他の150センチの子にも足が大きいと、だから将来身長が大きくなるんじゃないかというふうに期待しているわけですね。でそれに関して言うと、こういった期待はある程度してもいいと私は思います。これは A ならば B が成り立ったら、 B ならば A が成り立たないんですよ。そういった意味だとこの論拠っていうのは今お話しするんですけども、大人はですね基本的に手や足が大きい人の方が身長が高いというような相関図は間違いなくあります。例えば一番分かりやすいのと、男性と女性だとね、どっちの身長高いですかというと男性の身長高いわけですね。どっちの足大きいですかというとね、明らかに男性が高いわけですね。まあ、そういった意味からも大人のレベルで見た時は足のサイズが大きい方が身長が高い傾向にあるわけですから、足のサイズというのと身長というのはある程度何かしらの関係性、リレーションシップ相関があるわけですね。なので子供においても逆算的に考えればある程度関係性があるというふうに考えられるんです。ただし先ほどお伝えした大人で成り立つことが、じゃあ子供最終予測に、ね、関係があるかというと、現時点ではそういった予測は使っていません。ただし今後こういったのが、まあ、データがね多く出てこれば最終予測に使うってこともできると思います。ただねなかなかねそういったデータが出てくるのは難しいかもしれません。次ですね、アジェンキー3127さん、今日の動画にもあった成長シートの折り返しの角度、いわゆる早熟の時にこういうふうにバコンって帰りますねってことですね。晩熟の場合は逆の角度形成がありますかと。息子は13歳ですがまだ成長期が来てないので、成長シートで少しずつ左に降りていっています。成長期が来たら右へ降りていきますよね。その時がくの字を描くのですが気になりますということですね。その通りだと思います。基本的にはここは反転するというような理解は晩熟でもあり得るというふうに考えています。それはね統計学をご理解いただくと一応ご理解をいただけるんだけれども、例えば10歳の男の子が成長シートに行くと真下に降りてくる平均なわけですね。早熟の子こういうふうになるわけですから、それと同じように晩熟の子がいて、さらにその成長シートがこういうふうにね真下に降りていくというような表が形成されるということは、その逆のパターンが成り立つから、そういうふうなね表が、ね、成り立つ。少し説明するの難しいんですけど、簡単に言うとそれはありえますというふうにご理解ください。ただし基本的にはね早熟の方が厳しいような角度を形成することが多くて、晩熟はそこまで戻らないような印象があるのも、それは統計学とは別で、私は個人の今まで見てきた中での感想としてはあるかなというふうな答えもできると思います。参考になりましたでしょうか。今後も身長に関することね全身全霊で配信していきたいと思います。身長に関する疑問ねぜひこちらの方に記載してください。次のね身長先生に聞けることでいきたいと思います。それではまた、バイバイ。